右はこれ最初でしたね。はい、フェースが開いて、これ開いて、うん、で左側直したんですね。小倉さん、ゴルフ歴ってまだ5月から始めたんで、はい、6、7、2ヶ月ちょっと。2ヶ月ちょっと、はい、さあ、行くぞ。全くうまくできなくて、はいはい、YouTube でゴルフ番組いっぱいやってるじゃないですか、はい、でそれでいろいろ見てたら、はい、新井先生のやつ見つけまして。あ、本当ですか。結構内容とかどうですか、はい、全部だいたい20振り子とか、はい、投げ縄とかはこうスローモーションだとこういう感じでこう、はい、でうまくできるんですけど、流れでこうやるともう完全にアウトサイドインになっちゃって、普通はなかなかできないです、はいはい、ちょっと何発か素振りしたら打ってみてもらっていいですか。はい、もう全部全部スライス全部たまに引っ掛けてこうなんかフックが出て、はいはい、それで勘違いしちゃう。どっちも飛んじゃうみたいな。そうですね。1ヶ月これだけ打てるのも結構で、寝かそうとしたら、はい、もう全部もうシャンクで右行っちゃって、はいはい、これもう難しいとこ見ながら、これ絶対立つんですね、はい、でこれ右側の画面だと、まあ、ここから見ると、はい、本当はここでもうすでにこのぐらい倒れてないといけないんです。おー、そうなんですね、はい、で今この瞬間にこれ今フェースが開いてるんですね、ここガッと開いたんですね、はい、で開くっていうとなんかインパクトゾーンで開くってイメージ持つ方結構多いんですけど、はいはい、実際はあの開くのってここなんですよ、ベースって。でここからガバッと開いて、はい、閉じに行こうとすると前から来るんですね、はいはいはい、でシャローにしようとすると今度は開いたままインから来ちゃう、アウトサイドイン的な感じですよね。そうですね、はい、もう本当そうです。でインパクトでも腰も肩もこれ回らない状態で、はい、左側の画面で見ると、はい、腰がまあ止まった状態で腕の力のみで降りて、ここで、まあ、これ今ちょっと振り遅れてるんですけど、手首でボールにアジャストしようとして、はい、あ、これ全然ファースハンドファーストになってないですね。これハンドファーストに最初からなっちゃったらこれ天性のゴルファーですね生まれながらのゴルファーみたいなまあみんなこれ必ずならないです。絶対ならない。ここの動画は自分今初めて見たんで、はい、こんななってんだと思ってちょっと、はい、びっくりしましたね。はい、で今これが大久保さんのクラブの動きなんですね、はいはい、後ろから見るとあ、まあ、いわゆる全ての人が必ずならないな、シャローという感じですね。で基本はやっぱりまあ、クラブで円運動をこう頭上から見たときに、まあ、綺麗な円運動をしなきゃいけない、はい、でそうしたときに、まあ、上がりきったところから、まあ、画面でいうとこのブルーのラインよりも左側にクラブが行かなきゃいけないですね、はいはい、わかります、わかります、はい、本当だからこっち側に来るから投げた、はいはい、じゃあちょっと女子プロと比べてみましょうか、はい、オレンジがイボミですね。でこれがいわゆるシャローって言われる、はい、まあ、後ろ倒しの部分ですね。すごい寝てますね、はい、全然違うな。そうなんです。でこれを上から見るとあ外側になってますね。そうです。すっごい外側だな。だからまあ最初はこうちょっと後ろに行きつつ、はい、まあ、綺麗に曲がりきれるんですね、はい、でフェースの向きってこの A 運動がきちんとなってるとフェースって素直に戻るんですね、はい、ネットで見たことあります？右手のドリルって右手あります。あります、はい、ガッツポーズキャリーケース遠くのものを取るっていうこのこうですよね、はい、こうしてあそうです。なんかこうちょっと有名なやつですね。こういうやつ右手一本で、はい、これでちょっと素振りをしてみてもらっていいですか、はい、自己流でいいんで。わかりました。じゃあ適当に5回ぐらい、はい、あでもネットで見てるんで結構できますね。
素振りだといやただですねこれちょっと惜しくて、はい、もう一回ちょっとトップの位置作ってみましょうか。はい、はい、ここは今だいぶ右の肘が後ろに抜けてるんですよ。お正しくするとあここまでですか。ここになるんですね。あなるほど。この位置って下げやすいですよね。下げやすいです。で体が回ると、はい、置いてかれない場所なんですね。でさらに前腕が右へひねりやすい。あそうですね。これもしこんなところにあってこんなひねられたらおおってなりますでしょ。なりますよ、はい、で前にしてで体回してきてここなんですね。ああ全然自分の重さと違いますね。でここがキャリーケースの位置なんですね。あ頭ちょっとつこう、はい、上にしてそのまま、はい、動き続けてみましょう。はいはい、そうするとこれ遠くのものを取るポーズになるんですね。あそのまま体を素直に回してみましょう、はい、回って回ってそうすると素直に腕伸びますでしょ。伸びます、はい、そのまま動き続けてフォローと、はい、いう感じですね。すごいですね。よく見てますね動画を、どうなのかな。全然、全然違いましたね。体と回転で、はい、でこれでハンドファーストになるんです。ああ、なってますね。だからあの右サイドが押し込まれていかないと基本的に届かないんですよ、はい。普通こんな風に振ろうなんて発想ないです。ないです。ないないです。ないです。普通はないんです。ないです。でこれでクラブ寝てんのかっていう風にこうまあなるんですけれども、はい、うわ、寝てます。すごいな。相当寝るんですね。寝ますね。で寝かすっていうと体を右に残してっていう風な発想になりますでしょ。ええ、なります。でもこれ体すごい回っていて、そうですね、回りながらって感じですね、はい、でお尻がしっかり見えてるっていうのが大事なんですね、はい、そうすると体は開くけどクラブは残るっていう、はい、あの位置関係になるんですよ、ええ、はい、ここから適当にくるっと回っちゃいましょう。せーの、くる、はい、OK、はい、そうです。あの右半身がすごい回るっていうのが二重振り子スイングなんですね、はい、でこれが今右半身の動き、はい、で今度左半身の動きなんですけども、今の右手の動きを邪魔しない左腕の位置、はい、なんかこのボールって見たことないですか。あります、はい、買いました。買いました左の二の腕を胸で潰さないっていうのがあると思うんですね、はいはい、一番自分の安定するところを探してみてください。んー、まずまずですね、最初からでも結構できてますね。でこれもう一歩安定してないんですよ。じゃあ直しますね。はい、お願いします。自分の体の感覚が、はい、あ、確かに安定するなみたいなところが、ツボがあるんですね。もっと体全体で支えてる感じが出ましたでしょ。ずしって感じ、ずしって感じがお腹に来ましたよ ね、 で、 ね、はい、で、トップの位置って、はい、まあ、スイング中そうなんですけども、体の正面に腕がなきゃいけないっていうのをよく言いますよね、はい、で、ここに右手タッチします、はいはい、で、重さを左右に散らすようにして持つんですね。で背中を少しちょっと、あ、結構反る感じです。あ、そうなんです。あの背骨をしっかり使いましょうねっていう、はい、動画がありましたね、はい、はい、体回します、はい、大体でいいですからね、はい、はい、そうので、はい、 OK です。フォームってあんまりいろいろ気をつけられない、はい、けれども、まあ、悪い部分も直さなきゃいけないっていうところで、まあ、トップの位置をまあ重要視してるんですね、はい、あとはまあ適当でいいですよみたいな感じなんですけど、ね、そんな大まかじゃないですか。トップの位置からして違いますよ ね、 そうですね、はい、でこの1個来てしまったのが、はい、まあ、これがシャローってやつですね。本当だ。だからあの正しいフォーム、あのシャロー、シャローっていうの最近じゃないですか、はい、ただイボミ選手はなってたじゃないですか、あ、でそれは単にあの基本がちゃんとできてて、ね、はい、どっかで効いたような肩回しましょうねとか、うんうんうん、脇開けないようにとか、あのボールを見ましょうねとか普通の形なんですよ、はい、だから自然に振れば必ずなる。なるほど。なんかかっこいいですよね。
あ、全然違う、全然違いますね。いきますね、はい、右がボール打ってる方の最初、そうですね、本当右はなんか腕でやってるっていう感じが、はい、そうです、はい、ただそうすると自然に体も開かなくなりますし、はい、こう下半身から入って、まあ、ハンドファーストもう一歩なんですけども、でまあインパクトの体勢はちゃんとこうなんか良くなってるなっていう、そうですね、はい、感じがあると思うんですね、はい、あのミスショットは全部カットできるんで上でストップ、そのままかかりますね。これ今ちょっと息吸えます？苦しいですよ、ね、ちょっと苦しいです、はい、でこれはですね、いい姿勢って呼吸が自然に取れるんですよ、はい、息楽になりましたでしょ。なりました。でこれあの客観的に見ても見た目がこっちの方がナチュラルなんですね、はい、自然体が一番大事です。スーッと吸って、そうするとピタッといいとこ決まりますでしょ。はいはい、はい、OK です、はい、うん、ナイスです、はい、右が最後で、はい、左が最初です、はい、それでもまだちょっと低くはなってきたけどやっぱり立っちゃうっていうところなんですね、はい、正しいクラブの通り道っていうのが空中に作れるんですよ、はい、でこれ今なんか曲がってるじゃないですか、はい、でこうやってまあ曲がってるクラブを使うんですけども、はい、ちょっとこちら持っていただいて、はい、じゃあ両手でグリップしたらですね、さっきのトップの位置までちょっと上げていきましょう、はい、でここで一番軽い軌道を見つけることが大事なんですね、はい、ちょっと鏡見ていただいて、はい、これ今この物体の重心ってこの辺にあるんですね、はいはい、シャフトじゃなくてこの辺にあるんですね、はい、でこのここの部分をこう回転させる必要があるんですね、はい、でこれもしもトルクを閉じる方向、じゃあ手首でこうやってみてください、はい、これ辛いですよね。辛いです。今度はこれをこう中心にしてこうやって落とすと、これ楽です、ね、楽です。でそうするとシャフトってこれ回転軸回転するんで、はい、インパクトの時にまっすぐに戻るようにまんべんなくこうやって回してあげるとここに行きますよね。来ます。下ろしてはい OK です。ゆっくり下ろしましょう。軽いとこう軽いです。これ軽いです、ね、軽いです、はい。でここが自分のフィーリングで感じてほしいクラブの通り道の正解なんですよ、はい、でこれがもしも、はい、要はこうなるわけですね、はい、シャフトが動いちゃう、ええ、これは動かないじゃないですか、はい、はい、同じように軽いところを探してみてください。軽いとこありませんでしょ。ないないです。分かんないです、はい、分かんなくなる、ね、分かんないですね。でこれゴルフクラブを使うときって、はい、あの偏重心って言っても偏りがあるんですね、クラブって。でこれは一切ないんですよ。でこれはこれほどまでじゃないけどあるんですね、はいはい、まあ、ここまで感じるのは難しいんですけれども、はい、感じながら。分かりました。手の中にこう敏感にで、はい、軽いとこ探します。そうです、そうです。その一番楽なところが、そうです、一番 こんな感じそこですよね、はい、まあ、クラブの偏重心構造を感じるなんていうところなんですけども、はい、これはまあ倒れてるというか、まあ、円運動を上手に、はい、これ最後のやつですか。これ最後です。あ、はい、全然こんな振り方だと思う。寝かせてる感覚にはならないですね。なってないですね、はいはい、なんか釣り竿とか、 なんか投げ縄とか、はい、お金に紐をなんて言ってますけど、はい、そういう感覚になるだけで、全然こんなスイングになってると思ってないですね。そうです、うん、いつもどうやって左手って握ります？もうこのままこういう感じですね。この角度で普通にこうやって持ってると思うんですよ、はい、でクラブって、はい、押し引きドリルでもあってこう引き込まなきゃいけないっていうのがあったんですね、はい、でその時に引き込める角度って腕に対してだいたいこう30度ぐらい右なんですよ。だからのここで持っちゃうと、はい、こういう動きをイメージしちゃうんですね。ああ、なるほど。でこれをこうやって持っておくとこういう動きをイメージできますじゃん。できます、はい、
これ今安定したの分かります？安定しました。はい、そうそう、ここで持つのが正解ですね。あ、でこれだとでもヘッドはボールに来ないじゃないですか、はい、逆のコックを入れるんです、こうやって。あ、はい、そうするとテイクバック上げた時のコッキングの方向がこうやって使えますでしょ、ええ、はい、そうすると今両脇閉まったの分かります？閉まりました。そっちなんです。はい、そのぐらいあのギュンと内側に引っ張るんですね。そこからそのぐらい閉じて使うんです。うん、よかった。今の気持ちよく振り切りました。軌道も良かったでしょ。あ、本当ですか。 OK です。ちょっと違いが全然違います。はい、まあ、クラブのこう重心のズレを感じるっていうのと、はい、まあ、トップの形ですね。はい、右はこれ最初でしたね。はい、フェースが開いて、ここで開いて、うん、ちょっとこう、はい、アウトからで左側直したんですね。あ、すごく勉強になりました。ああ、よかったです。はい。はい、じゃあ一発目は、はい、今日以上になります。ありがとうございました。お疲れ様でした。わかりました。ご協力ありがとうございました。とんでもございません。